さあ逆転のタイムリー、放送席、そしてZOZOマリンスタジアムのライオンズファンの皆様、今日のヒーローインタビューは秋山翔吾選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。少し劣勢の中作られたチャンスでしたが、どんな気持ちで打席に入ったんでしょうか。初回に点取ったんですけどね、まあ、相手のピッチャーに立ち直られかけてたんで、まあ、フォアボールから、まあ、チャンスで回ってきたんで、まあ、ここでなんとかしたいなと思ってました。ご自身も最近は少しバッティング悩むところもありましたけども、久々にいい活躍でチームに勝利をもたらしましたね、ご自身の力で。そうですね、まあ、本当に苦しい期間が長かったんで、まあ、こういうところでいいきっかけにしてまた上昇していきたいなと思います。実際、かなりいい打球が、伸びていきましたが、自分の中ではどんなバッティングだったでしょうか。角中さんの打球が結構反対方向伸びていったのを感じたんで、逆方向でも最低犠牲フライになるかなと思って、いいバッティングができました。そして昨日について今日も2安打となりますが、ご自身の中ではどうでしょう、きっかけになるようなこうヒットになってきましたか。そうですね、納得する打球も増えてきたんで、あとは自分の、まあ、元出塁するっていう仕事をしっかりやっていきたいと思います。そしてチームは今日また逆転勝ちということで、最近逆転勝ちが増えてますが、終盤戦う上でだいぶやはり何かチームが一体となる何かそういう力あるんでしょうか。いや、もうどんな劣勢でもとにかくベンチ明るく、控えで声出してくれてる選手もいますし、まあ、打席に立ってない選手もしっかり声出して、まあ、そこは全員がやれることをやろうっていうのは意識づけてやってるつもりです。さあ明日はカード勝ち越しがかかるゲームになりますが、いかがでしょうか。いや、とにかく目の前の試合全力で戦って勝っていきたいと思います。今日はおめでとうございました。ありがとうございました。秋山翔吾選手でした。7回の表の逆転タイムリーツーベース、秋山選手のヒーローインタビューでした。